はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。 VV ブレイフです。ちょっとですね、今ですね、夜の10時を回っておりまして、ちょっといつもより小声でやらせていただいております。でですね、本日もですね、タイトル通りの、ラブライブウェハース第4弾、ウェハース4第2弾の第2弾です。はい、まあね、今から開封していこうかなと思っております。で、もうお気づきになった方はいるかもしれませんが、こちらにあれですね、タペストリーを飾っております。あ、小鳥ちゃんが、はい、こんな感じで飾っております。よいしょ。ということでね、今から開封の方をしていきたいと思います。いきます。まあ、前回と同様に指パッチンでいきますよ。せーの。おー、すいません、ちょっとりんちゃんが勢い余って出てきちゃったそうです。どうしようかな。まあ、りんちゃんはここに置いときましょう。それでは、まあね、主役を呼びましょう。さあ、皆さんちょっと待っててくださいね。まもなく到着しますので。さあ、来た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 。貨物列車に揺られて入線してきたのが本日の主役。あ、やべ。はい、こちらです。はい、これです。前回同様、ラブライブウェハース4でございます。でですね、実はまたまたちょっと収録外で買っていまして、前回はこの小鳥ちゃん、モゲットラブで接近中の小鳥ちゃんと、あ、これか、はい、ワドフーラシのニコッチと、まあ歌詞カードも紹介したんですけれども、収録外でですね、先ほど見えましたが、こちらのモギュットラブで接近中のウミちゃんと、モギュットラブで接近中のニコッチが当たりました。で、いまだにスペシャルカードは出ておりませんまあね、あれなかなか当てるの難しいですよね。という感じでね、まあ、今回また2パックね、買ってきたので、今度こそ当ててやろうかなと思っております。頼むぞ、りんちゃん。あ、まあ、まあ、ここにいるのはりんちゃんですけど、僕は推しは花よです緊張するな。では、上げていこう。今回ちゃんとハサミありますよそれでは、一パック目上げていきます。あ、緊張する。それではいきますよ。まあ、前回と同様に、まず視聴者様に、まず見せます。私はまず見ません。いきますよ。せーの、ほい。これ何ですか？これ何ですか？見ます。せーの、ほい。はい。まさかの、早速かぶっちゃいました。そうなんですよ、このウェハースのね、恐怖、このかぶりっていうのがあるんですよね。ちょっと動画上げてないんですけれども、前回あったじゃないですか。ちょっと待ってくださいね、お見せします。ですね、前回、ラブライブのウェハース、4、ウェハース3かなでしょうか。ちょっと待ってください
ちらです、こちらです、こちらですね、ウェハース2ですか、こちらの方が出てましたよね。で、こっちもやってまして、まあ一応この中に入ってるんですけど、まあ、こんな感じで見えますかね、こんな感じで一応エリの白とノーマルで、小鳥と白の小鳥で、まあ2種類ずつやってるんですけども、まあ、こんな感じでね、ちょっと暗いですかね、見えますか、こんな感じでねあるんです。まあちょっとここはね違うんですが、でまあストーリーカードがちょっと飛び飛びで、でまあここのサニーデイソングとミュージカル、まあ、ミュージカルとね、サニーデイソングとこのフューチャースタイルは揃ったんですけど、まあ、ちょっと僕ヒカがね揃わなかったんで、ちょっと残念です。あとあれだ、実はですね、こちら、ポスターカードの方も当たっています。こちらちょっと今お守り代わりで別のところに入れてるんですけれども、こちらも当たっています。でですね、このね、これですよ、本当にブロマイド、もう気づいた方いらっしゃるかもしれませんが、実は推しの花代が出てないんですよ。出る前にもう売り切れちゃって、でそれを狙っててずっと買ってたんですけど、それがまた悲惨で、まあ、ここに被ったのはあるんですけど、まず海ちゃんがねノーマルブロマイド、白押しのブロマイドで、まあリンちゃんでマキちゃんの白押しのブロマイドで、のんたん、のんちゃんの、普通のブロマイドで、まあストーリーカードの、シャープ7とサニーデイソングのバージョン1とサニーデイソングバージョン3、あ、エリーチで、エリーチカのブロマイドと、もう一個なかったっけ、まあいいや、もう一個あったんですけど、こんだけ見てくださいよ、こんなに被っちゃって、しかもいい感じにリリフォアが揃ってるんですよね。で、あとちょっとビビみたいな、で本当に花代が当たらないんですよ。まあね、欲しいですよ花代のブロマイド。まあでもね、もうないのでね、仕方ないのかなと思いますが、まあ、オークションとかでは、オークションとか、アマゾンとかで出てるんですけど、それも結構高くて、まあもう諦めたの方がいいのかなと思っておりますね。まあそんな話はまあ置いといてと。まあね、こちら、もう一個行きましょうか。これね、一回被ってるとね、また被ってるんじゃないかって思っちゃうんですよ、本当に。それが怖い。だからこのウェハースは怖い。それでは、まあ、行きましょうか。すいません、ちょっと長くなって。いただきます。で、まあ、一応おさらいしておきましょう。ね。まず、モギュラブのブロマイドがこちらの3人。で、ワンダフーラッシュの2個。じゃあ、ただいま被ったワンダフーラッシュのミュージックカード。これ以外、まず当たってほしい。それでは、いきますよ。私まだ、見ないで行きますので。はい。それでは、いきます。はい、これ何ですか？じゃないですよ。見ますよ。いきます。せーの。よし！やりました、スペシャルカード、やったー。
後ろはこんな感じになっています。やったー、これは純粋に嬉しい。ありがとうりんちゃん。やった、踊った。1年生のパッケージで3年生のが当たった。一応つながるっちゃつながるけどね。まあスペシャルカード1枚目ありがとうございます。いやー嬉しいね。あ、粉っ粉だ机が。まあということでね、こんな感じで開封動画、まあね、まあ、結構収録外とかで結構買ってて開けててみたいな感じでやってるんで、まあ、また次ね、動画出すときはまたカードが増えてかぶりも多いかもしれませんが。いやーもうかぶらないでほしいね。うん、それだけは祈っております。ちょっと長くなりましたが本日もご視聴ありがとうございました。でね、前回と同様に多分ここら辺に、Twitter のアカウント名とアットマークなんたらかんたらを載せておきますので、Twitter のフォローの方もよろしくお願いします。あ、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは、長らくの間ありがとうございました。それではまた会いましょう。